本日は千葉県いすみ郡御宿に来ています。目的はここにある月の砂漠を見に行くことです。まずは海に向かって歩きたいと思います。はい、サーファーが何名かいますね。海の音も聞こえてきました。ここ御宿の海は関東地方の海としては比較的綺麗で、ちょっと緑色っぽくなってますね。さあ、このまま海沿いを歩いていきます。はい、それでは月の砂漠のラクダの銅像がある方向へ向かいたいと思います。道中は白い砂浜でいっぱいとなっています。砂浜の風で作られた波模様がちょうど砂漠のようになっています。本日は天気も良いですね。はい、見えてきました。これが月の砂漠の銅像です。砂浜の上にそびえ立っています。はい、近くに寄ってみました。こんな感じで王子様とお姫様ですかね、ラクダに乗って並んでいます。この角度で撮影するのが一番映えます。はい、ハマヒルガオも咲いてますね。ハマヒルガオの季節になってますね。それではバイバイ。